はい、車だけではありませんが、お引越しも進んできます。この車バック、トレーラー積んでバックに来てますと、こういう風にタイヤの向きが出るんですね。どっちに切ってるか、これなかなか分かりますか。こうすると動くんです。それで今自分のタイヤの向きがどっちに行ってるか分かるようになってます。はい、先ほど入っていたストレージにこのように作った物置に全部入りました。まだかなり余裕がありますね。この映像じゃどういう風に入ってるかわかんないと思いますが、こういう風になってます。それで終わり。